リア事業者は世界180以上の国々で酒類ブランドを展開する英国大手酒造企業ですが、ローランドさんは今後グローバルに活躍していくご予定、もしくはしていきたいとお考えなどありますか？そうですね、まあ、去年ね、マレーシアで美容の事業をやろうとして、まあ、ちょっと手を抜きすぎて大失敗したっていうすごい苦い経験を経て、やっぱり負けたまま終わりたくねえなというところがありまして、今年再チャレンジする、まあ、具体的なプランもありますし、あと去年、スペインですかね、スペインでこうサッカークラブを視察しに行って、やっぱり僕もともとルーツがサッカーっていうところにあるので、ヨーロッパのチャンピオンズリーグにいつか出場したいなというところで、ヨーロッパのね、こうスペインのクラブを買収するっていうような動きも今現在動いていますし、と考えるとやっぱりグローバルにチャレンジしたいことは結構自分の中ではプランとしてありますね。ローランドさんはホスト界の帝王ということで、ドンフリオ1942の魅力をお客様に伝えるとしたらどのように伝えますか？そうですね、僕自身も味わってみて、テイストとしてはこうなんかキャラメルの甘さだったりとか、香りの、まあ、コーヒーに近いこうなんかこうマイルドな香りだったりとかもするので、まあ、そういったところで実際に百聞は一見にしかずだよという実際飲んでごらんっていうような感じで進められたらいいかなと思いますね。そこはストレートにお味でアピールされるんですか？まあ、そうですね、実際に味わってみて本当に自分自身もこういうテキーラがあるんだってい こう驚きに近いようなこうリアクションを、ね、僕が飲んだ時に感じたので、まあ、それをそのままこうお客様に伝えられたらいいかなと。なので、まあ、僕のホストシーンでもこう実際に提供させていただけたらなと思います。ありがとうございます。ではドンフリオは、はい、メキシコのプレミアムテキーラ界のリーダー的存在で多くの人に親しまれてきている商品ですが、はいはい、ローランドさんがホスト界のリーダー的存在として親しまれてきた理由はズバリ何でしょうか？そうですね、なんでだろう。まあ、あんまりこう後ろ振り返らなかったからかなと。結局ね、やっぱ背中を見せるためには前を走り続けなきゃいけないというところで、やっぱりこうなんか後ろ振り向きたくなる時もあるんですけど、いや俺がやってきたこと結構すごかったなとか、まあ、そういうふうに思いたいことも、まあ、ゼロではないんですけども、やっぱり過去は過去なんで、明日はより良い自分にっていうところで、毎日目の前のこうゴールテープだけを見て走ってきた結果、みんなにこう背中を見せることができたっていうところが、まあ、一個の要因かなと思いますね。ありがとうございます。はい。